のドローンを撮影するためにご協力いただける方がいましたので、この後サップを撮っていきたいと思います。届きました。早速 DJI Air 3開封していきたいと思います。じゃじゃん、届きました。はい、これが、フライモアキットになってます。フライモアキットなので結構箱が大きいですね。ちょっとまずは何はともあれリモート ID、機体登録をですねちょっと進めていきたいと思います。でリモート ID の登録にはシリアル番号が必要になりますので、この箱に記載のシリアル番号を入力していきます。はい、入力が完了したので、登録申請を進めます。でこれでメールが届くので、そのメールを受信してこの後の作業に入っていきます。このようなメールが来てますので、リンクをクリックして先に進んでいきます。認証完了。この後はパスワード入力、電子署名、これはマイナンバーを使って僕は登録をしていきますので進めていきます。ちょっと冒頭で間違ってたので手こずりました。一番最初の時、僕はスマホで登録をするので、今 IC カードリーダー認証を進めてしまったんですけど、二次元バーコード認証を進める必要があります。はい、二次元バーコード認証画面になりました。ここからスマホを使いながらマイナンバー登録していきます。マイナポータルで読み込んでいきます。 QR コード認証、パスワード求められるのでパスワードを入れます。次にマイナンバーを読み込んでいきます。パスワード間違えたっぽいですね。もう一回やります。はい、成功しました。で次のステップになります。でもう一度マイナポータルから QR コードを読み取っていきます。で利用者証明、電子証明書のパスワードを通知を受けたり入れていきます。はい、手続きが完了しました。まあ流れさえ覚えればそんなに大変ではないですね。最初の時だけアカウントの登録が必要ですが、僕の場合はもうすでにアカウントを持ってましたので、簡単に登録が終わりました。あとは手数料納付するっていう感じですね。これもメールや電話番号に送信されるみたいです。はい、ということで開封の続きをやっていきたいと思います。今これちょうど国交省の方にこのシリアル番号の連絡が来、その確認後に支払いのメールが来るみたいなので、ちょっと時間はかかると思います。では開けていきます。シールがついてますね。ちょっとこれは剥がさないようになってきて、ここからちょっと入れて、先ほどのこのシールですね、これを剥がしていきます。そしたら、あ、発送通りですね。こういう感じのバッグに全て入ってます。なのでこのまま持っていけそうですが、とりあえずアップデートとかもろもろ設定していかなければいけないので、ちょっと開けていきます。こんな感じでビニールに入ってますね。バッグもよくできてて、毎回 DJI のドローンバッグは改良を重ねられてるんですよね。これぐらいのサイズ感で、多分ショルダーにしたりとか、持ち運びも楽そうですね。では、ちょっと開けて、
繰り出していきます。まず一つ目が、これが、ドローンの本体ですね。結構いいですけど、まあ、ビッグ3プロよりはちょっとちっちゃいぐらいのサイズ、まあ、羽を広げると、羽というかアームですね、これぐらいのサイズ感です。はい、で、あとはこれは、フライモアキットのプロペラ、ノイズがすごく小さなんですね、プロペラになってます。結構入ってるので後ほどつけていきます。あとは、これですね、新製品、新発売の DJI RC2、 これも、まあ、こんな感じになってまして、まあ、ほぼこの、DJI RC ともうサイズ感も同じですし、ちょっとだけ色が若干違うかな。ただボタンの配置なんかもほぼ同じ、まあ、ここのジョグダイヤルの色が少し違いますね。なんでそんなに違和感なく使えそうです。そしてここにこういうアンテナがついていて、これで向きを変えてアンテナの強度をコントロールできるようになってます。で、まあおなじみ、あ、ちょっと位置が変わってるかな。ここに、よいしょ、まあ、このプロポの、いつも名前忘れちゃうんですよね、このつまみが、ついてまして、まあ、これでコントロールできるという感じです。ちょっとレス電源入れます。で、あとこちらの本体の方も、まあ、ここにシールがついているので、このシールを一回剥がして、やっと多分こう、何もないですね。サイズ、バッテリーのサイズはこれぐらいのサイズです。これでこちらの方も電源を入れて、ソフトウェアアップデート等をしていきたいと思いますが、あら、電源入んですね。ちょっと充電されてないかな。他にもこのバッテリーケースにもバッテリーが入ってるので、ちょっとこれも出してみましょう。バッテリーハブ、これは新製品ですね。これこんな感じのデザインで結構いい感じです。まあ同じようにいくつかシールがついてるので、ただ1個外して、どうするんだ、抜けました。これでちょっと交換して電源入るか確認してみたいと思います。充電全然されてないですね。ちょっとこれは、まあ、早速急速充電して使えるようにしたいと思います。65W しかないですが、この 65W の AC 使って充電してきます。では、充電している間にですね、 DJI RC2 のセットアップをしていきたいと思います。電源を入れるとですね、このようにまず言語を選ぶというのを押して、でこちらで、まず言語を選んでいきます。今デフォルトがイングリッシュになっているので、このイングリッシュを、変えていきます。まずは日本語を選び、次へを選ぶ。そして、これがこちらを見通り、そして地域を日本語で、Wi-Fi ネットワークですね、ここちょっと見せできないんですが、ここを
ご自身の Wi-Fi を拾い、パスワードを入れていきます。でこちらでは DJI フライ用もしくは DJI ストアなどで使っている DJI 用のアカウントを入力していきます。ということで若干難しづらいですよね。 ID パスワードの入力が終わるとアクティベートの画面になってきますので、アクティベートしていきます。そしてようこその画面が出てきますので、これで DJI RC2 のセットアップは終了です。でここからは基本操作をですね、画面上で教えてくれるようになっています。戻る、プロップの操作などもですね含めて、一覧で出てきますので、次へ次へと進んでいき、DJI フライに移動のボタンを押します。そうすると DJI フライが立ち上がって、はい、設定がムービーの画面が出てきます。はい、そして起動していくとこのように情報許可の画面が出てきます。こちらで必要ないものをチェックを外していくような形になりますが、そのまま続けていきます。でここで参加しないを選んで、ここからはもうチュートリアルという感じですね。アカデミーっていうところが出てきます。でしばらくしているとネットからソフトウェアアップデートを読み込んでダウンロードのボタンが出てきますので、ここを押していきます。あとはダウンロードを押せば、この DJI RC2 用のファームウェアのアップデートが完了します。はい、アップデートが完了しました。はい、ということでプロポの設定は終わりましたが、まだこの本体の充電の方が完了してませんので、これが終わったら、この後接続をしてそれぞれのファームウェアアップデートをしていきたいと思います。じゃあちょっとそれまでは一回待ちたいと思います。はい、ということでそうこうしているうちに、これが国交省から、メールが届きまして、登録完了の連絡が来ています。では続いて、登録が完了したので支払いの作業を進めていきます。 DIPS 2.0 の画面からですね、こちらの支払いのボタンを押して必要な情報を入れていきます。先ほど届いたメールの中に、この受付番号と必要な情報が入っていますので入力していきます。ちょっとスマホでは入力しづらかったのでパソコンの方から作業をしようかと思ってます。DIPS に入っていくとこのような支払い選択の画面が出てきますので、こちらをクリックしていくと支払い方法、クレジットカード、ATM、インターネットバンキングが選べるようになっています。で、クレジットカードを選ぶとこのような外部リンクのボタンが出てくるので、ここをクリックして、あとは、この画面に従って支払いを進めていくという流れになります。はい、無事に支払いが完了しました。これ2台目3台目なのでちょっと安くなってますね。よし、だいたい充電がほぼほぼ進んでるので、もうこれ取り付けてしたいと思います。ではここで電源を入れますが、電源がどうですかね。ではアップデートを進めていきます。でファームウェアインストール完了、これはプロポの方完了したので、あとこれペアリングですね。実際にこのプロポとこのドローンをペアリングしていかなければいけないのでペアリングしていきます。だいたい接続ガイドを表示すると
初めての時のねアクティベーションが出てきますんで、まず展開してエンバロコネクタを外してバッテリーパックはめたので、機体今サーチ中になってますね。ライトが光り始めます。で、このような画面が出てくるので、まあ、ここでですね、アクティベーションを同意します。で、あっという間にアクティベーション終わりましたので、ただ DJI ケアリフレッシュに僕1年版ですかね、入っているようなアクティベーションを行います。完了します。あっという間に完了しました。で、そうすると、ファームウェアアップデートが出てきますので、ここでアップデートを書きます。結構早いですね。はい、完了しました。よし、無事に終わり。はい、このような画面になります。あとは、まあ、5ぐらい押せばこのように、ドローンの映像が見えるようになっています。そしてそんなこんなしてる間に国交省から連絡が来て、登録が完了したという旨が来ています。なのでリモート ID の登録を進めていきたいと思います。で、リモート ID なんですが、この右上の点点点のボタンからここの安全を選び、そしてこの中に、無人航空システムリモート ID っていうのがあるので、ここを選びます。これでインポートを押すと、そうすると、国交省のログイン画面が出てきますので、ここでログインを進めると、 ID パスワードを入れます。はい、で ID パスワードの入力が終わりました。はい、進みました。インポート完了。これでリモート ID の登録も終了となります。はい、ここでインポート済みと出てれば OK。 これで初期設定は完了です。そして最後にプロペラをつけていきます。プロペラを外して、 A タイプと B タイプがあるので、それぞれ分けてつけていきます。 B タイプですね。そしてこれがそれぞれ A タイプで、この A タイプはこちらの色がついている、ここに A をつけていきます。反対側のここにも A をつけていきます。じゃあ、まあ、これつけるのは非常に簡単で、こう刺して、まあ、押しながらこうちょっとはめるっていうところがポイントですかね。反対側、対極側にも同じ A のタイプをつけていきます。次は B をつけていきます。最後にもう一つの B を使います。はい、これで完成。そしてレンズの部分ですが、まあ、このように2眼で下が 24mm、 上が 70mm になってます。まあ、実際にちょっと飛ばすのが楽しみですね。この部分が、全方向のセンサーとなってます。上はどこでカバーするのかな。まあ、これも多分上をカバーするんでしょうね。なんで斜めも上も下もカバーしています。はい、でセンサーは、まあ、底面、あとここ後ろの部分、まあ羽は飛ばさないときはこんなように収めてきますので、これを回して
状態で、バックに入れて、キャップを忘れずにつけていきます。はい、まあ、こんな感じで持ち運べるようになっています。はい、ということでざっと一通りの初期設定が終わりました。これは明日ですね、早速、飛ばしに行きたいと思います。まあ、この 70mm24mm のレンズ、特に 24mm の方は、センサーサイズが 1.3 分の1になっていると前回の動画で、お伝えしましたが、まあ、こちらがどの程度のですね映像を撮れるのか、また全方向障害物検知機能、その他のアクティブトラック等もですね試していきたいと思います。それではまた明日。DJI のエアスリーも飛ばしていきたいと思います。それではやっていきます。そしてスピーカーとしてしたいと思います。この後ろの部分に入れる場所があります。反対で、こう締めて、これでですね。で、SD カードを差し込むとこのように。SD カードに切り替えますかというメッセージが出てくるので、ここで過去に Air 3のですね、映像を取り込まれてまして、ファンに入れられるということですね。撮影するために、サポート、撮影をご協力いただける方がいましたので、この後、サポート取っていきたいと思います。もうほぼ完成。いや、まだ全然です。まだなの？まだ入ってないです。結構入ってるように見えるけどね。これから実践飛ばしていきたいと思います。ということで1回目のライブ撮りに終えました。結構バッテリー持ちがすごい良くてですね、思いのほかずっと飛ばしていられたなと思います。結構ただサップの人の追尾はですねなかなか難しくて、人を認識するっていうのがちょっと、まあ一回認識したとしてもすぐ離れてしまうので、なかなかちょっとアクティブトラック、まあ海の上で使ってるのも結構難しいな、逆にマニュアルで操作してしまった方がいいかもしれないなと思います。はい、じゃあバッテリーそこそこ使ったので、これで今残量があと1ですね。なのでこれ一度取り外してこのバッテリーハブにつけたいと思います。まず取り外すときはこことこの反対側、ここを挟んでこのように引っ張ります。そして、このバッテリーをこの
のように、これであとは USB-C をつなげればいいんですけれども、次にこの2つ目のバッテリーを使いたいと思います。まあ、こういうふうにバッテリーの交換が、ドローンの飛行の時にはちょいちょい発生するの で、この終電機能っていう、前回の動画でもご紹介した、1つのバッテリーの中に集中してエネルギーを貯める機能、これがめちゃくちゃ役に立つと思います。じゃあ次は2回目3回目はですね、マスターショットであるとかその他のインテリジェントフライト機能を試していきたいと思います。はい、そしてこちら DJI の ND フィルター、こちらも今日持ってきましたので、これをつけて、今の明るさだとどれぐらいでしょうね、86、32、64ってあるんですけれども、まあ、多分32ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと。結構まだ7時ぐらいなんですけど、だいぶ太陽上がってきてるので32をつけていきたいと思います。では、マスターショットを試していきたいと思います。マスターショットはですね、ここの動画のボタンを押した後に、ここからマスターショットを選びます。そうするとこれいくつかのパターンが選べるので開始することができます。なので対象物をまず選ぶ必要がありますので、スワイプして選んでいきます。あとボタンを押すだけで開始することができます。続いて、2.7K の縦向き撮影をしたいと思います。縦向き撮影はこの右下のこの、画質の設定から 1080p とか 4K とか設定できるんですけど、一番右側に 2.7K、9対16っていうのがありますので、これを選ぶと縦向き撮影になります。じゃあ撮ってみます。はい、ということで2回目のフライトを終えました。これ結構感じたのはですね、まあ、1倍ズームとやっぱ3倍ズームがあって、この3倍ズームの方は、まあ、特にあの光の環境が良くない時にちょっと映像があんまり良くないのかもしれないですね。で、結構1倍3倍とこのズームのコントロールができる分、まあ、操作できる範囲っていうのは結構いろいろあるんですよね。なのでそのまあ一回間違えて3倍設定とかをしちゃうと、そのまま画質が落ちた状態で撮れてしまうので、まあこの辺の1倍3倍の設定っていうのはしっかりと画面を見ながら、判断していく必要があるなというふうに思いました。よし、続いては DJI Mini 3 Pro も持ってきましたので、こちらを使ってですね、DJI Air 3 との映像の比較を行っていきたいと思います。スペック的にはですね、F1.7 で、まあ、同じレンズを使ってますので、まあ、1.3 分の1センサー、まあ、同じような映像が撮れるのかなというふうに思うんですが、まあ、機体の大きさによって、まあ、飛行の安定性とかもちょっと変わってくるので、少しそのあたりの差も見ていきたいと思います。Air 2も
飛ばしていきたいと思います。まあ、Air2 はですねセンサーサイズが2分の1センサーだったかな。なので、まあ、センサーサイズちょっとさらに小さくなるんですよね。ただ、まあ、本来であれば、Air2S と比較したいところだったんですが、僕が持っているのは Air2 なので、まあ、ちょっと Air2 から、まあ、Air3 の映像の比較をちょっとしていっていきたいと思います。じゃあまずはちょっと飛ばしていきます。してみましたが、今日はちょっと本当に暑くてですね、液晶がなかなか見づらい状況でできなかったんですけれども、まあ、そうして感じたところは Air3 は、まあ、やっぱある程度機体も大きい分飛行が非常に安定してますので、まあ、そういった面で、すごく安心して風の強い状況でも飛ばせるなっていうところはすごく良かったです。まあ、あと映像のところはですねちょっと実際のモニターを見てみないと何とも言えないところなので、まあ、そのあたり、ちょっとこの後家に帰った後にですねチェックしてみていきたいと思います。ということで本日はこちら DJI Air3 の映像の比較、また、ファーストフライトを行ってきました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、この DJI Air3、まあ、比較的コンパクトな中、4K100fps が撮れ、また D6 に対応と映像表現の幅も非常に広いですし、さまざまなこうね、映像の撮影の中で活用ができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、このように、ハンビットクラブライフでは、ドローンに関すること、またカメラに関することをですね、引き続きお送りさせていただきたいと思いますので、この動画が役に立ったよという方はぜひ、チャンネル登録といいねボタンをお願いします。それでは最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。今度ぜひまた撮影させてください。ありがとうございます。